はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は聖杯振っていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、誰に聖杯振るのかっていうと、まあもうお分かりでしょう。ということで、今回ね、聖杯振ろうと思ってるのはイビチカです。はい、いやー、振りましょう。はい。まあぶっちゃけね、魔法使いの箱めっちゃ知ってるっていうわけではないんですが、なんかね、気に入ってしまったということで、聖杯振っちゃってもいいかなと思ったんで、聖杯振っていこうかなと思います。はい、小泉公文以上ということで。いや、けどなんでなんだろうね、なんでこんなに気に入ったんだろうねっていうぐらいにね、なんか気に入ったんだよね。多分ね、ノリツッコミが良かったんだろうね、きっと。まあどちらかっていうとね、あれ、個人的には地下着の方が好きって感じで、あー、なんかいいなーと思って、はい、レベル100にしていこうかなと思います。で、種火あったっけな。うん、種火全然ないということで、種火くんをとりあえず、でこっちにね、もう超大量にあるということで、まあ後ろから持ってきましょう。一応ね、ここら辺ね、昔のやつからね、あれ、入手しておいた方が、まあ、ストックすることができるということで、まあ、基本、聖杯とか、まあ、種火でサーバント育成しようと思った時に、過去のやつですね。過去の種火から消費していくっていうのをおすすめいたします。というので、まあ、やっていくんだけど、いやー、いいねー。いや、もう、ここら辺、サクサクやっていきましょう。味は、よくわからない。そっか、こっちのモードだった場合、あれじゃん、シリウスの状態にしてるんだ。忘れてた。まあそこら辺はまあ後々いろいろ変えていきましょう。まあシリウスがどちらかっていうと、響きの、側面が強いということで、まあ中に地下着がいるんだけど、まあまあまあそこら辺はね、まあ、両方好きということでいいでしょう。あとあれだよね、イソラー最終的にな、あれちょっとわかるかな、この下っ側のところにね、スカートの下らへんにね、イソラいるんですよ。ここらへんも最終サイリンちょっと凝ってていいなとか思ったりしております。これどうだったっけな、確か第2サイリンとかのこっちに変えてると変わった気がするんだけど。これ美味しいね、食べ物でいいのかこれは、という、味はよくわからない、あれか、あのシリウスと第2サイリンにすると味わかるんだ。へー。というのでね、まあ、あの今ちょっとした小技やったんですが、レベリングするときにここのサイリンへ変えることによって、まあいろいろと、あれですね、サイリンのボイスとか変えることができるよっていうやつです。俺これ確かあれなんだよな、ボケーってしてたときになんとなく見つけたやつだったんで、ある意味この小ネタ知ってる人っていないのかもしれない。まあ普通にレベリングしてったらそれは第3とかになっていくからな。まあ聖杯とか振るときにちょっと変わっていくっていう感じか。はい、というので、私にこんな力が眠っていただと、結構ノリノリだね、チカちゃん。いやー、いいねー、マジこの2人組がね、シンプルにね、好きっていうのある。あとねー、あれなんだよね、モーションとかいろいろ込みでね、好きだっていうのあるかも。第2サイリンの姿かな、第2だった気がするんだけど、第2の時にね、響がね、チカちゃんのことをね、お姫様抱っこするんですよ。あれいいなーっていうので、うわー好きっつってね、普通にいろいろやってたりしました。はい、感動してたって感じです。で、まあ一応レベリングとりあえずゆっくりやってって、俺思うんだよな、種火をねバーって入れた時にさ、ここまで微妙に残る、ほんのちょっと、多分種火2個分ぐらい、1個でした、1個分残るのすっげー腹立つよね。なんかどうせだったらもっと足りないっていうぐらいの方がちょうどいいんだけど、なんでやねんってやつよね。同じボイスだな、あ、同じボイスじゃないわ、第1と第2サイリンのあれか、ボイスがほぼほぼ一緒になってるからそうなってるだけか。はい、ということで、レベル100かな。いやー、良きです。良きです、良きです、良きです、ということで。まあ、最後一応シリウスにしとこっかな。はい。いや、聖杯、程よく配られてるから、なんとかね、
レベル上げることできてるけど、冗談抜きでね、聖杯足りない。本当に足りない。いろんな意味で足りねえって思うから、運営くんもっと配ってくれてもいいのよって個人的に思ってる。まあイベント自体が少なくなってるんで、あれだね、イベントでの聖杯の配布量とかも減ってるんで、まあその代わりに聖杯鋳造とかがあったりするかもしれないんだけど。強くなれたよ。シンプルだね、マジでシンプルな、こういう言葉が好きかもしれないというので、まあそれは置いといて、まあ聖杯は今後もいっぱい配ってくれると嬉しいなという感じです。ではレベル100にしましょう。いやーレベル100ですよ。なんかここ最近レベル100作りすぎるの良くないなとか思ってるけど、めっちゃレベル100作ってんだよな、いろいろと。うん、いいね、悪くない。おー、ボイスあるあるなんだけどさ、口とか動かない子に関してさ、見てるとさ、どこでボイスが終わったのかっていうの分からなかったりするんだよね。結構あるあるだと思ってる。というので何人目だ。あ、フィルターかかってるわ。ここではなくて、レベル100で言うと何期 3? あー、2468でしょ。で24あるから25、26、27、28というので28期目かの、レベル100となっております。合ってるよね。1、2、3、4、5、6、7、8、24、4足したらはい28ということで、日々地下28期目のレベル100となります。まあ聖杯振ってるキャラクターで言うとね、あと2体アーラシとバニアンがいるんですが、まあレベル100にしてるのはこんな感じってやつですね。いやけどこう考えると、やっとあれだね、アルターエゴに聖杯振れたわ。おーって感じ。一応ね、セイバー、アーチャー、まあアーチャーちょっとね、あの振りすぎ問題あったりするんだけど、まあいろいろ好きなキャラクターにね、バーって振ってたりするんですが、アルターエゴでね、個人的に刺さるキャラクターっていうのがあんまりいなかったんですよ。なので、まあここでアルターエゴに触れたっていうのは、いろんな意味でいいのかもしれない。で、逆に振ってないクラスって何？ルーラー、アベンジャー、アルターエゴ、プリテンダー振ってる、フォーリナー振ってて、ビースト振ってるから、ムーンキャンサーかなは振ってないっていう感じだね。まあそこら辺に関してはね、後々いろいろと振っていくことが今後あるかもしれないんですが、まあ自分の好きなキャラクターが来ない限り多分振ることはないと思うので、うん、まあストーリー読んでたらいつの間にか好きになってたっていうパターンはあるかもしれないんですが、まあ後々にね、いろいろとまたいっぱい触れていけたらいいなと思います。まああとね、4期分振るとレベル、というか一面か、レベル100で埋まりましたってすることできるから、ここをね、今後やっていきたいなって思ったりしております。以上ということで、今回レベル100日々地化してきたんですが、こんな感じとなっております。まあ今後ね、ちょっとね、あれなんだよね、宝具上げるかどうかちょっと考えてるんだけど、ちょっと今俺アンチン様になっちゃってて、日々地化が全然来ないので、まあ1日1回召喚とか活かしながら、まあまあまあ頑張っていけたらいいなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。